大学改革支援学位授与状況は席にお戻りください。学生学生学校長指示。学校長は演壇にお進みください。本日、防衛大学校本科第61期学生440名および理工学研究科総合安全保障研究科の前期課程と後期課程の学生計76名が所定の課程を収め卒業の日を迎えました。その中には日本人と同じ課程を修了したタイ、フィリピン、インドネシア、モンゴル、ベトナム、カンボジア、韓国、東中央、こうした国からの留学生諸君が本科で21名、研究科で8名含まれています。防衛大学校の全教職員を代表して、すべての卒業生諸君に対して、心からの祝意を表したいと思います。学生諸君、卒業、おめでとう。はい。本日はまた、卒業生諸君を支えてこられたご家族、ご親族の皆様に対しまして、防衛大学を代表して、心よりお喜びを申し上げます。この式典に際し、安倍晋三内閣総理大臣、稲田朋美防衛大臣のご臨席を賜ります。これは防衛大学校にとって、この上ない名誉とするところであります。防衛大学を代表して、衷心より御礼を申し上げます。また、本日の卒業式には、数多くのご来賓の方々をお迎えすることができました。すべてのご来賓の皆様方に厚く御礼を申し上げます。学校長は席にお戻りください。内閣総理大臣に続き、内閣総理大臣は演壇にお進みください。ご家族の皆様、皆様の大切なお子様を隊員として送り出していただいたことに、自衛隊の最高機関として、今日から感謝を申し上げます。この頃礼儀正しく、頼もしく、立派な若武者ぶりをどうかご覧ください。この子一人に素晴らしいご家族の背中を彼らがしっかりと見て育っている。その素地があったからこそだと考えております。本当にありがとうございます。大切なご家族をお預かりする以上、しっかり任務を遂行できるよう、万全を期すことをお約束申し上げます。
最後となりますから、学生の教育に尽力されてくれ、国分学校長をはじめ教職員の方々に敬意を表するとともに、平素から防衛大学校にご理解とご協力をいただいているご来賓ご家族の皆様に心より感謝申し上げます。卒業生諸君、今後ますますの活躍、そして防衛大学校の一層の発展を記念、私の訓示といたします。平成29年3月19日、自衛隊最高指揮官、内閣総理大臣、安倍晋三、平成29年3月19日、防衛大臣、稲田朋美、皆さんの行く手に栄光あれ、おめでとうございます。大臣誕生を祝辞、東京理科大学副学長、宇宙飛行士、向井千秋様からご祝辞をいただきます。向井様は、演壇にご進みください。総合安全保障研究科の課程を修了された皆様、おめでとうございます。皆様の爽やかな姿を拝見し、心から嬉しく思います。本日は皆様の晴れ姿を前に、人生を少し長く歩んできた先輩として、私が仕事を通じて学んだことを話したいと思います。子供の頃の私の夢は医師になることでした。装具をつけた不自由な足で歩いている弟の姿を見て、病気で苦しんでいる人を助けたいと思ったからです。10歳の時でした。勉強し、公務学部の技師となりました。病気が治って退院する患者さんをお送りする時は本当に嬉しかったです。でも退院できず、病院で人生の最後を迎える人たちもいました。病院で生まれ、外の世界を知らずに命を閉じる子供たちもいました。自分と同世代の人が亡くなるのを目の当たりにして、運命の理不尽さに心の底から悩むのです。じゃあ。向井様は席にお戻りください。
時、本館閉じようぜ。学校長は演壇にお進みください。工場は丁寧にお戻りください。
学校卒業式を終了いたします。学生だけです。この後、本科学生が退場いたしますので、拍手でお見送りください。学生退場。
Thank you.